はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内健三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。今日から10月に入りました2024年、今年も今日から残すところジャスト3ヶ月、ほっこりカフェチャンネル皆さんと一緒に素敵な秋を、まあ、これから迎え過ごしていきたいなと思っております。今年はまあむちゃむちゃ暑い夏でして、まあ先月まで7月、8月、9月、もうほぼ連日まあ35度を超えるなんか猛暑日やったと思うんですけども、まあこの3ヶ月、ほっこりカフェチャンネル、ほぼ海の始まりチャンネルと呼んでもいいぐらい、もう海の始まり一色のなんかこうチャンネルやったんではないかなと思います。まあ毎期なんかこう素敵なドラマと出会いたいなっていう思いはいつもあるし、なんかほっこりカフェチャンネルで、あ、ぜひこのドラマ取り上げて、なんか感想をお話ししたり、なんか皆さんと一緒になんかそのドラマと向き合うような、そんなドラマと出会ったら、まあ一本多くてもまあ2本ぐらいなんですけど、まあ、毎期取り上げさせていただいてますし、また7月、その海の始まりはもう圧倒的に、もうこのドラマはもう本当に半年ぐらい前からむちゃむちゃ楽しみにしてたんですけども、他にもいくつか気になるドラマがあって、まあ1話、2話あたりまで見させていただいたドラマもあるんですけど、ちょっと私の中のもう熱が、海の始まりと他のドラマともうちょっと段差がありすぎて、違いがありすぎて、なんかもうこの3ヶ月もう海の始まりだけになんか集中したい、もう海の始まりの世界観だけをなんかこうその世界観の中でなんかまあ生きていきたい。そしてまた月岡夏くんと海ちゃんと共に今年の夏をなんか歩いていきたい、まあそこまでの気持ちにならせていただきまして、正直先月までの3ヶ月海の始まり以外のドラマは全く見てないです。 NHK のシュリンクっていう精神科医のドラマすごく良かったので、あ、これはもう勉強になるなと思って見させていただいたんですけど、この連続ドラマは何も海の始まり以外見てないです。またあの映画館にも、気になる映画があったらちょこちょこ私映画が好きやから映画館に行かせていただいて、まあ、ぜひほっこりカフェチャンネル皆さんにもなんか紹介したいなっていう、まあ、映画が見たら、ちょこちょこ皆さんに、まあ動画で紹介させていただくんですけど、まあいくつか、まあ、紹介したと思うんですけど、特にもう3ヶ月の中ほどぐらいになったら、なんか気になる映画があっても、なんか映画にも、なんかそれほど行きたくないような、もう海の始まりの、なんか世界観を、なんか変えたくないような気がして、まあそれぐらい、まあこんな気持ちになったの私初めてなんですけど、まあそれぐらい、まあ3ヶ月、もう海の始まりのことばっかりを考えてました。昨日アップさせていただいた動画も、まあ、メメがこの海の始まり、この不完全やけども一生懸命生きてるなんか登場人物たちを見て、また皆さんのなんかこう教訓にしていただけたら嬉しいですという言葉を受けさせていただきまして、まあ、海の始まり全話の中で、まあ、私が感じ、まあ、これからなんか人生の中でのなんかすごく教え教訓になるようなことを取り上げさせていただいた、ちょっと固い目の動画もアップさせていただいたんですけども、まだ海の始まりについてはまだちょっと語り足りないところがありますので、10月に入ってからもまだちょこちょこっと海の始まりに関するなんか動画はアップしたいなと思ってるんですけども、まあ今日から10月に入りましたので、またエンターテインメント、ドラマや映画な素敵な作品に出会ったら、ほっこりカフェチャンネルでもぜひ皆さんと一緒になんかそのドラマと向き合い、なんか皆さんと一緒になんか人生のプラスになるようななんかそんな考え、そんな考察を含んだ、まあ、動画をアップしていきたいなと思っております。でまた今年そのエンターテインメントの方では、春ぐらいからボンが発表されたあたりから、これすごい曲やなと思って、もう一気に、まあそれまでもゴート以降から興味を持ってたんですけど、やっぱりボンの出たところから一気になんか気持ちが、関心が向いて楽曲を聴かせていただいて、で、ぜひちょっと生のパフォーマンスを見たいなと思ったら、サマソニーの、まあ、大阪は2日目に出演されるということが分かったので、あ、これは行きたいと思って、まあ、むちゃむちゃ熱かったんですけど、8月18日真夏の夏フェス、サマソニー2日目で、このナンバーアイのパフォーマンスステージを初めて見させていただいたら、
すごいパフォーマンスで、この圧倒的なパフォーマンスに、まあ、一気にハートをつかまれまして、もう翌日にはすぐにファンクラブにも入らせていただきまして、アイリーズの、まあ、仲間入りを、まあ、させていただいたんですけども、で、まあ、平野翔くん、神宮寺裕太くん、岸裕太くん、三人の、まあ、それぞれの人間性、個性みたいなところも、まあ、一万字インタビューを読ませていただいたりしたら、それぞれの、やっぱり辿ってきた、まあ、家庭環境や、そしてまたこの人間性を形成されたきたところなんかも、すごいやっぱりなんかこう魅力的な、なんかパーソナルの3人持ち主やなというところから、またこれから3人のこの演技作品も私はほとんど、正直なところここまで見てこなかったので、まずは先日ほっこりカフェではもう取り上げさせていただきましたのは、昨年公開されました岸くん主演の G メンっていう映画も映画館で見てなかったんで、まあ、今期この何倍に興味を持ってからこの G 名をまあ配信で見させていただきましたら、むちゃむちゃ良かったし、また岸くんの演技も素晴らしいし、なんかこう画面から岸くんのなんか人間性の魅力みたいなものもなんかビンビン感じて、すごい演技もできるし、またこの人間の魅力みたいなものがなんか作品からも伝わってくるなと思って、あ、またこれから岸くんの演技作品も見ていきたいなと思ってたんですけど、そしてまたこの平野翔くんの作品もここまで映画やドラマも何も見てなくて、でまたちょうど2年前になると思うんですけど、まあ、2022年のまあ10月期のまあドラマクロサギを主演されてるっていうことは、あの時ちょうど2022年の10月はサイレントと、まあ、同じクォーター、サイレントは木曜日の10時、そしてこのクロサギは金曜日の10時やったと思うんですけども、またあの時もまたサイレントにも没入してたので、なんかこう、まあ、クロサギ、その平野翔くんっていう、まあ、すごく人気のあるアイドルがこの主演されてるというのは、なんか情報として分かってたんですけども、ちょっと見ることなく過ごしてきたんですが、この何倍に興味を持って、またこの3人のなんかキャラクター、人間性みたいなところにもなんかすごく惹かれるようになって、次はぜひ見たいなと思ってたのは、その2年前ドラマ、連続ドラマでこう作られました翔くん主演のドラマクロサギをぜひ見たいなと思ってたんですけども、これも海の始まりが終わってから、さあ気持ちを切り替えて、さあ次は、まあ、10月もまた素敵なドラマに出会いたいなと思ってるんですけど、まずは海の始まりを見終えた後は平野翔くん主演のクロサギと向かい合いたいなと思って、やっと楽しみにしていたクロサギを見始めさせていただきました。元々は2006年に、山下智久さん主演でこのクロサギというドラマ、そしてまた映画も一個作られたみたいなんですけども、一昨年にこの平野翔くん主演で、撮られたこのクロサギをすごく楽しみに見させていただいて、まだ一話を見たところです。で、今回このほっこりカフェチャンネルでも2年前のドラマを、私もあまりこの情報があまり知らないので、この最後がどうなるかも全くその情報をわざと見ないようにして、2年前に放送されたドラマを今リアルに放送されているような、そんな気持ちで見始めさせていただきまして、そしてまた今なんかリアルに放送されているような気持ちで、なんかここから感想をお話しさせていただきたいなと思うんですけども、おそらく、この翔くんのファンの皆さんや何倍の皆さんはこのクロサギをきっと一昨年に見ておられると思いますので、どういうエンディングを迎えるかということもほとんどの方が知っておられると思うんですけども、もしかしたら知らないのは私だけかもしれないですけども、ですので、どうかもう皆さん、まあ、調べたらもういろんなところにこのエンディングはどうやったっていうところは載ってると思うんですけど、できるだけそんな情報に私は接しないようにしながら、こっから1話、2話、3話、4話と、まあ、見進めていきたいなと思いますので、まあ、書いていただいてもいいんですけど、できたら1話
についてる、このついてお話ししてる動画では1話について、また2話、3話についてお話ししてる動画には、できたら2話、3話止まりの、なんか皆さんの、なんか、感想、コメントを、書いていただけたらありがたいです。もうそれ全然もう、なんかもう少し先のところも書きたくなられたら書いていただいてももちろんいいんですけど、これはここの先、こうなるんです。こうしてこうなるんです。みたいなことはできたら、書いていただかない方が、私としては、まあ、嬉しくて、ここから、まあ、リアルタイムで、まあ、毎週1週間待つことはないので、もう少し短いスパンで、ここから1話、2話、3話と、まあ、見進めていきたいなと思いますので、この2年前に、まあ、放送されたドラマを、今放送されてるかのごとく、ほとんどの情報を得てない私が、今見させていただく、おそらく動画を見ていただいている皆さんは、もうほぼ、この最後はどうなるかも知っておられると思いますので、あ、堀内さん今、こんな風な感想を言うてはるけど、実はちゃうのになと、この後こうなって、こうなって、この人とこの人は実はこうして裏で繋がってるのに、あ、堀内さんまだそれを、気づいたらへんやなっていう、なんかそのあたりも、楽しみ見ながら、私がトンチンカンなことをお話しすることも、その先エンディングを知っておられる皆さんが、あ、ちょっと間違ってあるなっていうのをなんか感じながら楽しんでいただくという新しい、これは企画というか新しいこの、まあ、試みではあるかなと思いますので、まあ、どんな風になるかもう皆さんに全く受け入れられなかったら途中で心が折れてしまうかもしれないと思うんですけど、できたら10話まで走り切りたいなと思っております。で、まあ1話ごとお話しするか、今日はまだ私1話しか見てないので1話だけのことをお話したいなと思うんですけども、まあ、1話ごとお話しするか、なんかもう続けて見たくなって2話、3話、4話、なんか3つぐらいのストーリーを見てお話しするようになるか、まあ、もうそれもちょっともったいないので1話ずつ大切にさせていただきたいなと今思ってるんですけども、ちょっとほっこりカフェチャンネルの初めての試み、2年前に放送されたドラマを今放送されてるような気持ちで見させていただく、なんかこうそれで感じるところをお話しさせていただきたいと思っております。で、まあドラマその内容はもう皆さん知っておられるから、ここから多分こうなると思いますって言っても、いや、もう皆さん、私たちみんな知ってるんですよって話になるので、どちらかというと私はやっぱりこの平野紫耀さんが主演されてるということで、このクロサギがすごく見たくなったので、平野紫耀くんのやっぱりこの毎話毎話のなんかこう演技力みたいなところ、そしてまたその演技力を通じてまた毎話感じるその魅力みたいなところを、私が感じるところをお話しさせていただきたいなと思いますので、またそのあたりぜひまた翔くんのファンの皆さんも、あ、まあ堀さんがおっしゃってるのすごくわかります、でも私もこういうところもすごく彼の魅力やと思うんですねっていうことで、まあ、ストーリー的なことより翔くんの魅力についてなんかまたこのコメントをしていただけたらすごくありがたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ1話が、企業セミナーのなんか詐欺ということで、まず冒頭ちょっとこのアニメーションで始まって、もともとこの原作の漫画があって、それが映画化されてるようなんですけども、でクロサギ、その最初のところのこのアニメーションで始めるところで、もう人を騙してこの金品を取る人のことを、まあ白詐欺、普通の詐欺ですよね、詐欺というと、そしてまた色恋をなんかこうネタにして人を騙すのを、まあ赤詐欺、まあ、女性の詐欺師なんですかね。で、そうしたこのプロの詐欺師、白詐欺や赤詐欺をまた詐欺で、そのプロの詐欺師を騙す、さらにプロの詐欺師のことを黒詐欺という、まあ、この設定のもとで、なんかこのドラマが始まってるみたいなので、まあ、その白詐欺と赤詐欺を騙すのが、その悪い詐欺をまた騙して、そこから、まあ、今回の1話を見させていただいても、かなりの、まあ、お金を取ったと思うんですけど、ですので、まあ、
悪人を騙して悪人のお金を、まあ、悪人もいろんな人からこのお金を取ってると思うんですけど、悪人のお金を取るみたいな感じなので、まあなんかもともと日本でもこういうなんか方向性のものがあって、まあネズミ小僧なんかもなんかこう悪い人からまあ泥棒をする、まあでもそれは泥棒、悪い人から取ったとしても、まあ、それも泥棒やと、まあ、あの思いますし、で、まあ、今回、まあ、平野紫耀君が演じておられますクロサギとしての、黒崎幸四郎くん、黒サギの黒崎なんで、これ多分わざとなんか黒サギに近い名前にされてるのかなと、まあ思うんですけど、まあ読みやすくていいなと思うんですけど、黒崎幸四郎くんをまあ演じておられるんやけども、1話の中で、まあ、お父さん、船越英一郎さんがまあ詐欺にあったそのまあ娘さんの、つららさんを演じておられるのが、黒島ゆなさんと、まあ、この1話で出会って、おそらくここから先そのお父さんが騙されたお金はこの彼がまたこのそれを奪い取ってお父さんに返されたから、まあ前はきっといろんなこの詐欺師が出てきて、その詐欺師をまたこの黒詐欺の黒崎くんがこの詐欺師をやっつけるというか、詐欺師からまた奪い取るんやと思うんですけど、でそんなことを、まあ、悪い人から奪い取ることもそれも良くないみたいなことをまあ、つららさんが1話の中で言っておられて、まあそれは本当に私もそうやと思うんやけども、まあでもあのクロサギとしてのクロサキ君はそれが本当に目的じゃなくて、まあ実はまあものすごい、そのまあ過去をまあ背負っていて、実はまあお父さんも、その詐欺にあって、まあ、ものすごい借金のもとからそのまあ一家心中をまあされて、そして遅れて帰ってきた、まあ、黒崎幸四郎君もお父さんに、刺されて、きっと、そこはちょっと1話のところではその後が描かれてなかったんですけど、その幸四郎君だけ一命を取り留めたと思うんですけども、お父さんもその後また自害されたのか、お父さん、お母さん、お姉さん、3人が、まあ、お父さんの、まあ、一家心中によって亡くなられて、この幸四郎くんだけ、まあ、一命を取り留められたという、まあ、ものすごい、まあ、過去、生い立ちを背負っておられる役なので、まあ、本当に難しいと思うんですけど、その最初のなんかこう幸四郎くん、翔くんが演じておられる幸四郎さんを見た時に、あ、ものすごくそのバックボーンを持っておられる、そのまあちょっと普通はあのなんかこうありえないような、まあ、本当にその悲惨な過去をなんか人生の自分の中で背負っておられるんやけど、それを本当になんかこう明るくひょうひょうとしておられるような感じなんやけども、ふと見せるなんかこう哀愁のある表情なんかで十分あのものすごいバックボーンをやっぱりこの表現できてるなと思いましたし、で彼のまあ歌声ラップの方にさっき私は惹かれたんですけども、今回なんか本格的にその演技をされてる作品を初めてこのクロサギ1話でまあ翔くんの演技作品と向き合わせていただいたんですけど、改めてやっぱり一番にものすごい魅力を感じたのは、このお話しされてる演技されてる中でも彼の声にはものすごく惹かれました。本当にやっぱハスキーやし、ハスキーでいて、なんかこう、ハスキーっていうのはちょっと曇る方向へのハスキーもあるんですけど、彼のなんか声っていうのはハスキーやけど、なんかまあブライトっていうか、その明るい響くような感じのハスキーなので、なんかものすごいやっぱり彼の声に一番にその演技のその哀愁のある表情なんかにもすごく惹かれたんですけど、一番惹かれたのはやっぱり彼の声に、演技されてる時のセリフの声に惹かれたので、そういった意味ではまだ1話しか見てないんですけど、2話以降もまあ彼の演技も楽しみやし、毎話毎話なんか彼の声を聞かせていただく、彼のセリフの声を聞かせていただくだけで、なんかすごくなんか楽しみな気持ちになりました。まあ、こういうのフェチっていう言い方するって変な感じになるんですけど、私本当に声、いい声が好きで、それはまあ歌っておられても、ラップをされてても、セリフを言われてる役者さんであっても、
やっぱりいい声になんかすごく惹かれるんですけども、今回このクロサギを第1話を見させていただきまして、まずは、主演平野紫耀さんのやっぱり圧倒的な声の魅力は、この演技作品、初めて見たんですけど、すごく感じました。そしてその次に、この、まあ、ものすごい、この悲惨な、過去を、まあ、背負っておられるんやけど、その、やっぱりこの哀愁というか、悲しみというか、そしておそらく、こっからどんどん、お父さんが、まあ、騙されたであろう、三木本っていう坂東彌十郎さんが、要するにこの、仇になるんかなと思うんですけど、で、まあ、2022年は鎌倉殿の13人で一気に、私もまあ歌舞伎の世界詳しくないからこの彌十郎さんのこと知らなかったんですけど、鎌倉殿の13人であのお父さん役がまあむちゃむちゃ魅力的でチャーミングで、おそらくそこから、まあ1月から、ね、放送されてすごく魅力的で人気が出てこられたので、この10月期のまあドラマにもキャスティングされたんではないかなと思いますので、まあ最後はこの三木本に仇を打つんでしょうか。そしてまた一話を見させていただいただけでも、あ、これがどうなっていくのかなとまあ思ったのは、親父って呼んでるそのまあこの詐欺師を騙す黒詐欺の黒崎くんなんですけど、この黒崎くんが親父って呼ぶ、まあさらになんかこう詐欺の本当にまあフィクサー黒幕的な役柄が三浦友和さんが演じておられます桂木甘味どころの桂っていう店やったと思うんですけど、普段はそういうなんか表向きは普通のお商売をされてるようなんやけども、本当のまあ詐欺師のなんかまあ黒幕フィクサーみたいな感じなんですけども、でまあ黒崎くんが親父って呼んでおられるから、あそこでお父さんにまあ刺されてきっと一命を取り留めたと思うんですけど、まあ、そこから本当の詐欺師を騙すようなプロのプロ中のプロの詐欺師になるまでは、おそらくこの桂木っていうあの三浦友和さん演じておられます桂木がこの清志郎君を親代わりとしてまあ育て、そしてまた本物のなんかプロの詐欺師としてのなんかテクニックをこう授けたのではないかなと思っております。間違ってたらすいません。笑ってていただきたいと思うんですけど。で、この一話を見ただけでも、そのお父さんを騙したであろう三木本と、その親父って呼んでるこの桂木が、何かどこかで結びついてるっていうところを、まあ、幸四郎くんも感じておられるし、それを詰め寄った時も、もう、三浦友和さん、桂木さんも、まあ、凄まれるっていうことではないんやけども、だったらどうだって言うんだっていうふうに、返されてたので、まあ、ここがおそらく、どんどんこう見進めていく上で、まあ、きっと毎回いろんな手法の、まあ、詐欺師が出てきて、まあ、それをなんか戦うような感じやと思うんですけど、戦いながら、その小四郎くんは、それをやりながら、なんとか三木本にたどり着きたいという思いで、この黒詐欺をやっておられると思うので、まあ、このあたりどういうふうにこの三木本を追い込んでいくか、ただもう、三木本だって、かなりの大物やから、そんなミスミス、そんな若いクロサギにやられるわけもないし、そこにその親父って呼んでる、まあ、きっと親代わりでもあると思うんですけども、その詐欺のまあフィクサー的存在の桂木と三木本が、まあ、きっと何らかの形でつながってると思うので、そこがどうつながってるか、そしてもしかしたら、親父って呼んでるこの桂木がお父さんを騙したその詐欺にこの人が噛んでたとしたら、この親父って呼んでる人も、父親の自分たち家族の本当に仇になると思うので、まあ、このあたりがなんかじわりじわりと描かれていくのではないかなと思いながら、ここからまた2話3話と、楽しみに、見進めていかせていただきたいなと思っております。まあ、人もなんか不思議な感覚です。この動画を見ておられる皆さんは、この先がどうなるかいうのを分かってる皆さんに、これがこうなるんか
かなと思いますみたいなことを一生懸命話してる、なんか不思議なこれ動画になるかなと思うんですけど、まあ初めての試みなので、皆さん温かく見守っていただきたいですし、また何回見てもそのきっと皆さんも見返しておられる方おられると思うんですけど、なんか私はこの平野翔さんのこの演技作品を中でのなんか魅力みたいなものも見つけ発見していきたいなと思いますし、一話を見ただけでも彼のやっぱりこの演技されてる時の声の魅力っていうのは、まあ圧倒的なものを感じましたので、ここからまた新たな魅力みたいなものも2話以降見進めていく中で感じたらお話しさせていただきたいと思っております。でまた来年2025年になんかまあ平野翔さんのなんか主演ドラマが決定かみたいななんか情報が8月ぐらいに確か出てたと思いますし、もしかしたらこのクロサギの平野翔さんがこう主演されたこのクロサギの続編かもしれないみたいな情報、まだこれ確かな情報が何もこう公開アップされてんと思うので、全然違うドラマかもしれないんですけども、なんかそんななんか情報も8月ぐらいに出てたと思いますので、まあ、このあたりまたなんかこう詳しい方がおられたら教えていただきたいと思いますし、まあ、今回この1話を見た感じでは、まあ、何よりこの翔くんとやっぱりこの三浦友和さん、この関係性みたいなものが一番大切なところやと思うので、でまた三浦友和さんも私も役者さんとしてもう大好きな役者さんなので、この三浦友和さんも圧倒的な大先輩の名優を前にして、翔くんがどういうふうにこのすごい方を前にしてなんか演じていかれてるかっていうところも、なんか私1話からまあ順番にまた見てまた感じたところもお話しさせていただきたいなと思っております。海の始まりがまあ素晴らしいエンディングを迎えさせていただきまして、まあこの3ヶ月海の始まりと共に過ごしたこの3ヶ月を終えて10月に入らせていただいて、まあ10月から始まるまた素敵なドラマと出会いたいなと思ってるんですけども、まずは向き合いたいだと思ってたのは2022年10月期に放送されました平野翔さん主演のクロサギと、この海の始まりが終わった次はこのクロサギと向き合いたいなと思って、まずは1話を見させていただいたら、彼の本当に圧倒的な声の魅力と、そしてまたこのすごく悲しみ哀愁、そしてまたこの三木本に対するこのまあ怒りみたいなところが、彼のこの表情、影みたいなところをすごく感じたので、なんかそのあたりがまず1話を見させていただいて感じたなんか翔くんのなんか魅力かなと、思いました。まあ2話以降も楽しみにまたここから見させていただいて感じたところをお話しさせていただきたいと思いますので、まあこのクロサギの動画に関しては本当にもう皆さんに教えていただくような、そういう動画になろうかなと思いますので、また皆さんの感じられてるところ、できたら1話あたりを題材にしたまた皆さんのなんかコメントもいただけたらありがたいなと思っておりますので、10月まずは翔くん主演2022年10月期のドラマクロサギからスタートさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。生まれてきてよかった、君と出会えたから、生まれてきてよかった、君と出会えたから。